ら仕事中ゆる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 っと見てくださいな。仕事何時に終わるんだみんな。こんにちは。結構仕事中の人いる。まあそうか、まだ5時かね。終わったよーって人もいる。今日休みだよーがいるんだ。そもそも良いですね。へい、あ、充電できた。さてさてさて、今日はほんとなんもノープランだからここにいるだけかもしれない私とか言いつつ、まあ喋るんですけど、あー、先ほど今日はね、朝からリハをしてて、ちょっと空き時間が実は6時間というすごく私にとって最高に幸せな日です。空き時間大好き。いろんな人がいる。夜勤？お眠？すごい。パントマイムでお願いします。音出せない。コメントしてくれてるんだね。ありがとう、ヤッホー。そう、箱根で遊んでた。いいな、いいな。あー、リモートだと確かにね、バレずに堂々と見られる。まあでもね、お仕事、まあみんな大人だからお仕事をね大事にするのはそりゃそうだからね。まあでもきっと開いてるってことはすごい今すごい追われてるってことじゃないでしょうね。そういう人はもうちゃんと集中してやってると思うから、はい、適度に見てください。お仕事。そう、私そういえば今日ね、配信するとしたらメイクしてるかもとか言ったんですけど、家出た時に、家出てね、駅まで歩きながらびっくりして、あれ、私今日メイクポーチ持ってないじゃんってなって。まあマスクするからどうせいいんだけどさ、目元とか眉毛とかやりたかったんだけど、もう諦めました。リップだけ持ってるんですけど、マスクする時代じゃないですか今やっぱり、ご時世としてさね。えってなると、まあ、一切見えないっていう残念なお知らせです。だから本当にやることなくなっちゃったの。そう、もう本当に何か今もテカテカしてるからパウダーしようと思ったけど、パウダーすら持ってなくて本当に残念な今日です。まあでもマスクするからこの後大丈夫。まあ配信も引きで見てもらえば大丈夫きっと。だから今日は絶対に画面に寄らない。いやでも前髪あるのね、やっぱありがたいなって思う。前髪ない時代の方がやっぱそういう意味では大変だった。ちょっと待って、テピカ汁詰まってる。てかさっきからジョギングって触りすぎでしょ私。え、詰まってるじゃん。あ、ベタ。え、あっ、出すぎでしょ。詰まりを直した結果すっごい大量のジェルが。やめてくれ。あ、目がパッチリなのは多分少し前にまつげパーマをしに行っているので、そのおかげでね、まつげが上がってるんですよ。まつげって大事だよ。まつげが上がってるだけでやっぱり目は開いて見えますから、まつげ上げましょう。そう、本当おかげさまで結構眠ってる。お、持ってるかも今回。結構なんかそのね、まつげ美容液的なやつがあってね、それをね塗るようにしてたら結構キープ。右はねちょっとね取れてきちゃったなって思ってるんですけど、左がねすごいちゃんとまつげ上がっております。そう、あー、まつげ美容液は
高いの買ったの。なんかねすごいまつげが伸びるって聞いた。てかそのまつげ眉毛サロンとまつげ私同じとこでやってるんだけど、その同じお店でね売られてた、なんとお値段1万円もするやつを私は買ったんですよ。ついに今までさ、いやまつげ美容液私毎日とか絶対塗れないよって思って1万円は出せないよって思ってたんだけど、まあちょっと長さ欲しくなってきたんだよね。で長さ欲しくなってきて、いや逆に1万円の買ったら私毎日塗るんじゃないって思ったら塗ってるの、ちゃんと。なんてやつだっけ、ねここリップも使ったことあるんだけど、ちょっと待って調べるね。でもこれ多分効果あると思います。毎日塗ってなんか中身が見えないからどれぐらい減ってるかわかんないんですけど、でもなんか上のまぶたっていうか、まあこう根元にね塗るんですよ。もうさっと一塗り、ラッシュアディクトかな、ラッシュアディクトアイラッシュコンディショニングセラムってやつ、ベスコスとかの上位にいるかな、多分有名な。ラッシュアディクトのリップも昔使ったことがあって、女子に需要ありそう。まあでも女性じゃなくても男性だってまつげちょっと短くて嫌だなって人がいたらふさふさにできますから、これさえあれば。一緒です一緒です。そうね、これをねちょっと美容室っていうのをそこでおすすめしてもらったのもあって、まあ、ずっと気になってたからとりあえず買ってみたの。そしたらね、うん伸びるねこれ。なんか2週間くらいで効果が出ますよって言われて、2週間以上経ってるから、なんならもう1ヶ月ぐらい経つから。男性用、別に女性用男性用ないんじゃないかな、こういうのに関してはまつげね、まつげ美容液に関しては。てか美容液って誰が使っても一緒じゃない。特に男性用女性用とかないと思いますけど、そうまつげね、いやまつげの存在感は大事だなってやっぱこうすっぴんの時に思いますね。あんますっぴんに見えないみたいなさ、ちょっとごめんって言ってもらいましたけど、あのそれはもう何もかもがもうまつげのおかげだって今思ってるので私は。そう前ねスカルプ D とかも使ってたんだけど、これはよくあのよく私がここで登場させるプラザですよ、プラザで売ってるんだけど、ソニプラ売ってるんだけどさ、うん、これは伸びるってよりもなんかちょっと一本一本がしっかりするかなって感じ、やや腰張りみたいな、なんかそういう毛の要素で言うと長さというよりもなんかしっかりしたまつげになるかなって印象でしたね、スカルプ D の方は。でラッシュアディクトの方はまあ伸びるかなって感じだね、こう使ってて。そうまあそんなわけで、なんでこの話してるんだっけって思ったら、私が今日そうだねメイクポーチ忘れてきたからメイクができなくて本当に何もすることがないよっていう配信だよっていうお話です。かゆいかゆい。28歳の誕生日おめでとうございますわ、早い。そしていつもそのそういうねネタをね仕込んでくる人なんです。そう28歳の誕生日ね、今日9月5日じゃん、1ヶ月後だって思いました。昨日の夜中ぐらいにふとわーおーってなりました。なのでわーおーという気持ちのままに1ヶ月か。なんか前ってさこう誕生日が来ることがすごくなんかもう一大イベントだったんですよ、子供の頃とか。大人になるとさそこまでさこう一
つ年を重ねる、まあすごいことよ。やっぱ1年ね、1年が経ってあの日を迎えられるってすごく素敵なことなんだけどさ、なんか昔よりこう一大イベント感がなくなったかなって思いません？うんね。だけどやっぱまあ、ちょっと意識はするじゃないですかね。あ、もう何歳になるんだみたいな、思い描いてた何歳と違うなみたいな思いません？そう、そんな感じだからさ、まあ特に28歳になったから何しますっていうこともないとは思うんだけど、でも27歳もすごく充実の時間だったなって、まだあと1ヶ月あるというのに振り返りたくなっちゃいますね。そう、まあ、10年 AKB 入ってから経ってね、そっからまたプラスでねこうなっていくと、はあ、手大きくないですよ。すごいエア手比べしたい人いる。うん。でも大人になって大人になっていくにつれて、私的には本当20歳の時とかよりも今の方がいろいろ充実しているなって思いますね。やっぱ一人でできることが増えるじゃないですか、大人になるにつれて。まあ一人でできなきゃいけなくなってくるのかもしれないんだけどね、責任とかさ、なんかそういうの別に立場とか関係なくさ、なんとなくさあるじゃん。なんか前だったらさ、本当私も親がなんかやってくれてた、まあ自分でやりたいっていうところもあるんだけど、そこに関しては親に全部任せちゃってたところも、いやこれ私行くよとか、あとなんか行かせてくれるようになったりとかするなーって、そういうのとかもやっぱ少しずつ嬉しいなって感じたりするんですよね。あの、まあ、心配はしてるだろうけど、でもなんか信用もしてくれてるんだろうなーって感じるところではあるから、そういうのが。うん、まあその環境によってはさ、別にもうすっごい昔から全部自分でやれみたいなとことかさ、あともうずっとやってくれてますって人もいると思うし、そう、でも私的にはそれがなんか嬉しいなって思う部分ですかね。子離れね、難しいよね、親子の関係って。それは確かに難しいと思う。何が正解かよくわからないしね、なんかそれぞれの形があるなとは思いますから、うん、うん、すごい昔のこと掘り返してくるじゃん。流しうどんだから、流しうどんに足を引っ掛けて全開させた時、高校生ですね、あれは確か。うん、入ってすぐじゃなかったかな、あのネモステレビのキャンプはね。え、あれもまたでもやりたいけどね、すっごい初期ってイメージ。うん、おたかつね、おたかつ今日もしたんですけど、そう、今日ここ6時間ぐらい空きがあったからちょっとお出かけしてきてね。そうだね、この無音で見てる人たちに伝わることをしよう。いや、また引いちゃったんですよ、ランダム。いや、ランダム引こうと思って行ったから別に引いちゃったってあれでもないんですけど、今さ、スクフェス感謝祭っていうのをやっててさ、ちょっとスクフェス感謝祭でちょっと行ってきたんですよ。
こんなやつがあって、とりあえずアクアちゃんとリエラちゃんを引こうって決めていって、なんか結構グッズ売り切れててね、もうなんか受注生産とかなんかネット販売がなんか主流になってたから缶バッジ買えなかったんだけど、それだったらじゃあステッカー買っとこうって思って、とりあえずステッカーを買ったんですよ買ったんですよ。そうで、とりあえずリエラちゃん、あの3-3で買いました今回は、3枚3枚。そう、最初店員さんに3つって言ったら、ボックスで3つですかって言われて、ボックスってもうさ全部コンプリートセットが今回売られてて、マックスで3つまで買えるみたいだったの。それですかって言われたけど、あ、バラで3つですみたいになってそうで、とりあえずどっちから開けようかなって思って、リエラちゃんから開けて、今回の引きはですよ、ちょっと待って、これ分けちゃったんだ、一回直す直す、ちょっと待って、いやボックス、いやランダムを引く楽しさってあるじゃないですか、私はそこにワクワクしたいんですよそんな余裕はないんですけど、3箱、まあ3箱はでもなかなかいいかな。そうでですよ、とりあえず行きましょう。1枚目、れんちゃん。最近れんちゃんばっか弾いてるって昨日も配信で言ったんだけどさ、あのロールアイスのアクスタもネームバッジもれんちゃんだったっていう話をしてからのれんちゃんでれんちゃんが来て、お、これは今日もれんちゃんデーなのかって思って、ダブるのかダブるのかと思って、次に弾いたのがかのんちゃん、ひなのの推しでございます。なので、あ、ひなのにあげようってなって、ラスト1枚、誰だ誰だ誰だと思ったらめいちゃんそうです、あの2期が始まってできた推しの子です、が弾けました、推しが出ましたれんちゃんがれんちゃんじゃないの、あー飛んでかないで、やっちまいました、拾いましょう、ああもう一枚、れんちゃんどこ、いた、へいへいへい、はい、というわけで、うん、2期生の推し確定かなって感じです。ちょっとねまだね揺れ動く気はするんですけど、でも結局のところちーちゃんなんですけど、私はリエラちゃんは、そうそうだね、だからちーちゃんが弾けなかったんですよ、でもいい弾きです。そうなんですね、そうれんちゃんももともと本当に最初美術だけ見た時にえんちゃんって思ってたところはあったので、あのまあいい引きですすごくいい引きです。で続きましてアクアちゃんです。アクアちゃんはですね、アクアちゃんのやつはこっちですよ、わよし並べ替えた、 OK、 てんててん、はい、ようちゃんひなのの推しです、ひなのの推しをまた引きましたからのりこちゃん引けた、はい、そして最後です、最後は誰だ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 、てっててん、よちゃんもうさダブリなのよ最近、私ダブリのターン来てるんですよ、どうしてだろうどうしてだろうどうしてなのかしら、本当に面白いでしょ、なんかね本当にこの間ぐらいからダブリのターン来てて、お仕事行ってらっしゃいませ
でもさ、こういうのってさ、店員さんがこうね箱から取ってくれて渡してくれてるから、多分さ続きでくれてるはずなの。え、ダブることあるのって思って。そうなんです、まさかのようちゃん2枚なので、これはひななにあげるかなって感じです。あやちゃんが出なかった。最推しが引けないターンがやってきたんです、私に。悲しい。そう、ランダムとはいえこんなことあるんだって感じでね、とりあえずこれはひななにあげましょう。こんなことあるっていう引きなのよ、でも最近本当に。いやでもね、ありがとう、私の元に来てくれてありがとうっていう気持ちです。なので誰かもし引いたらください。ちーちゃんとダイヤちゃんを私は待っています。タワレコのリエラコラボはね買ってないです。 T シャツ可愛いなって思ってるんだけど、あれもさ受注みたいなのになっちゃったよね、あの売り切れちゃったんだよね、だからちょっとまだ申し込んでないですけど欲しいです。でもこれもね確かに複数枚あったらなんかとか貼ろうかなって思ったり、でも複数枚なくても貼ろうかなって思ったりもしちゃう。いやでも可愛いですね、本当に可愛いです。今回ちょっとこのなんだろうね、色合い、そうですね、このなんて言うんだろう、お手紙のさ感じ、お手紙の感じでもないのか、なんか旅行っぽいさこの感じ可愛いなって思って。ランダム、あ、そうあった。もうね最近ランダムが多すぎてね、ちょっとねあれなんだよ、もうね。どうしようってなってるところ、頭抱えてます。かわいい。そうでもこれ缶バッジもあるから、そう缶バッジはネットで頼むしかないもので、イエー。もうね最近でもねひななと話しててね、板場作りたいねとは言ってる。板場作るのが夢です。でも最近ね板場を作るっていう発想でさ、でもそんなにもう板場とかさ本気で作ってる方ってもう同じやつを何個あんのってぐらい50個とかさすっごい並べてつけてたりするじゃないですか。でもそこまでの財力とかはないから、そう無限回収するしかないんだけど、そうそこまではねできないから、なんかそんな私でも作れそうなこうちっちゃいバッグで作ればいいんだっていう、そう発想に最近なって、それを YouTube とかで作り方をね載せてる人とかがいたから最近そういうの見てるんです。そうタペストリー、タペストリーこれの売ってたけど買ってないです。タペストリーはね飾る場所がなくて、そう、もう壁がねそんなにないから、だから今一個大きいの、あのドン・キホーテとコラボしたやつがあったんですよ、それのが可愛くてそれ飾ってるから、タペストリーはね買わない。いやほんとでも最近そういうブロマイドとかもちゃんとあのファイリングしようって思って100均とかで揃うからさ、缶バッジとか入れるやつとかも買ったりして眺めてます。本当オタクまっしぐらだよね。私もこんなにハマると思わなかったけど、ハマっちゃうよね。そういう気質だからさ、もともと。そうなんですよね。いや、本当連れて歩いちゃってるから。ペンケースから出てくるアクスタっていう。いやこれ本当に可愛い。ツインテールって素晴らしいですよね。
可愛いですね。あ、でもこれはファンの方からいただきました、ありがとうございます。そう、そういうのもあって、そういただいたりもするから、本当にグッズがたくさんあって本当にありがとうございます。ペンもこれ使ってる。ジェットストリームとコラボしたのは本当にありがたかったですね。ダイヤちゃん、一回ルビーちゃんが届いたやつね、これ黒沢違いやってなったそう、このねアクスタ結構大きめで、なんかいつものやつよりサイズアップしましたって書いてあったサイトにも。でも可愛いから大きくていいよこれのさ、楽曲がね、あの初音ミクちゃんとコラボした曲なんですけど、そう、バンザイデジタルトリッパーズっていう曲で言えてたバンザイデジタルトリッパーズで、ダイヤちゃんのセンター曲っていうのは、その初音ミクちゃんのダブルセンターみたいな曲で、すごいそれがもう胸熱だったんですよ。センター来たーって思ってでさ、これのアクスタもね、初音ミクちゃんもすっごい可愛くて、なんかさ、ツインテールのシルエットがすごい可愛くて、私うっかりアクスタ買いそうになったんだよね。本当に可愛くてアクスタうっかり買いそうになったんだけど、売り切れてたおかげで買わなくて済んだけど、正直買いたい美女でしたね。いやー、売り切れててありがとうって思った。じゃないと買っちゃうとこだった。本当に可愛かったんだよ。そう、売り切れてて売り切れててありがとうって意味わかんないよね。もうね、あのね、売り切れてないと買いたくなっちゃうね。売り切れててくれてありがとう、私を止めてくれてありがとうっていう気持ちになる本当にあのツインテールのシルエット可愛いなって、今まで別にこうあんまりこうさ見る機会なかったから。あとちょっとね、ツインテールがね、なんて言うんだろう、ストレートってよりもやっぱクルクルしてる方が好き。いや、沼だよね、わかるよ。いや、でもこのダイヤちゃん本当に可愛いから本当にありがとうございますって気持ちなことをね、そうですね、言ってるかもしれないです。そうなのよね、一回ね、お財布とかと相談してね。そうなの。いや、発売するじゃん、グッズが。で、買いに、まあもちろん欲しいな、いやでもどれ買おうかなって、ラインナップがこういっぱいあったらさ、悩むじゃん。で、悩んで悩んで、なんかいや、ちょっと一旦待とうってなってワンチャン売り切れてくれたら、あ、そういうことだよなってさ、諦める気持ちになるじゃん本当にそうなのっていう気持ちになっちゃう時ってあるよねね、無限にね、財力が欲しいねそうなの、売り切れてくれたらね買わなくていいんだけど、売り切れてないとね、ちょっと買っちゃうんだよねっていう気持ち、そういう時にあるよね。迷ったら全部買う、すごい迷ったら全部買うもちょっとわかる。うん、まあ、あれ迷ったら一旦買わないかもな私。いやでも買うな いや本当にグッズが全部可愛くて、ラブライブのグッズダメなんですよ、本当に全部可愛くて買っちゃう。買う予定がなかったやつまで、なんかこうさ、名前だけ見てて、こうなんていうの、本当に商品のデザインとかが発表される前とかだと、いやまあこれとこれとこれでしょみたいな思っててさ、それが発表された時にさ、え、買うってなる
そうダメなんだよねそうしかも結構種類もあるから本当にダメなのよ。本当にねランダムなんて3つとか出さないでってなる本当にそうなのよ。気をつけてます最近は。はい、いやだから本当にあのね、まあ私がきっかけでさラブライブにハマったよって方もいたりさ、もともと好きだったよって人とか、あと逆にあのラブライブ好きで私も好きだから来てみたよって人とかもいるじゃないですか。そういう人とかがさたまにこうランダム引いた時に私の推しが引けるって時にさ、いやこれもねいただいてありがとうございますって本当に感謝してるやつ、待って取らせて、ちょっとここにつけちゃった、あ取れない、取る、ちょっと待って、一回つけて取れないのある意味嬉しいことなんだけどさ、取れてほしい時には取れてほしいのよ。あーもうダメ、あ取れた、いやこの見てください、このダイヤちゃんのこれ欲しかったのよ。えつけてるからあれなんだけど、やっぱこのビジュがかわいい。なんか いろいろさこういうのもさデフォルメのこのやつと普通のさキャラクターデザインのやつとさ出るじゃないですか。なんかまあその時によって好みがちょっとあったりするんですけど、今回のデフォルメのやつがすっごい好きで、ありがとうございますそう、あちょっと待ってください、車屋さんが来てくださってますねありがとうございます。なんかさっきコメントでファンの方がさね、今日見に来るってよみたいな書いててくださったけど、まさかコメントをくださっている、ありがとうございます。車ヤングウェイの中の人ありがとうございます。中の人がショールームまで来てくださった、ありがとうございますねえそう、この間は本当ありがとうございました、嬉しかったです。あそう今日あれの写真も載せようと思って持ってある、私本当に荷物多いんだけどさ、あそうこれも今持ってて、そうなんです、お店にあった売られてた車屋さんのグッズまでもう今日持ち歩いております写真撮ろうと思ってタイミング逃してて、すごい美味しかったですお弁当。このデザインなんでなんですか、すごい気になってます恥ずかしいので無視してくださいって言われちゃった、ありがとうございました本当に。私本当にカバンの中4次元ポケットかなぐらい出てくるでしょ、めっちゃめちゃにねそう物が多いんですよ。朝出てくるときにあれ今日、まあ、6時間空き時間があったわけで、ちょっとツインテールが映ってるそうツインテールの話したら話忘れちゃった、そう家出るときに今日6時間も空き時間があるから、まあご飯食べたりとかさいろいろやろうって思ってて、まあ、その中で、まあ、ショールームもするからこの端末も持っていかなきゃいけないなとか、出る直前にさ荷物やっちゃうのがいけないんだけどさ、余計なもの多分持ってくるんだよねで悔しいからこの6時間の中で全部をフル活用してやろうっていうことでいろんなことをしちゃうんだけど本当だよ、これ入れてきてさ、私今日メイクポーチ忘れてるんだよ、アホですね本当にそう4次元ポケットならね今すぐにメイクを始めるんだけど本当だわもう。いやでね最近ねこれまたガチャガチャの話なんだけどね、見てください私これにね今つけてるんだけど、話が飛び飛び圧倒的顔面っていうねガチャ、しかもこれなんか200円だったんですよ、でいいじゃんって思って、結構なんか全部使えそうなワードだったから圧倒的顔面というのをね引き、もう一個のやつは何だったかな、名前っていうか文字忘れちゃったけど、ひななにあげましたそんな感じで良いですか、可愛いです、グッズがね、これはサンシャインです。本当にいろんなものを持って歩いてる
そう、あともう今日うっかりこれまで持ってきちゃった缶バッジを。最近こういう、今までね本当にそのまま保管してたんだけど、こういう袋に入れてしまうっていう、最近本当に収納術とかそのグッズの飾り方とかをねすごい調べてて、本当にたくさん増えてきたから、じゃこれまで今日持ってきちゃったっていう。でもメイクポーチ持ってないんです。100均でめっちゃ揃えてます。揃うからさ。そう、本当にいろんなものを今日持ち歩いております。あ、でもね、あれも持ってる。昨日買ったやつ。昨日買ったやつ、これにやっぱ入れておくとさ、ちょっと温かさが、私ホット派なので冬でもホットドリンクをねここにさっきまでセットしてたんですけど、やっぱり冷めにくいなと思いました。いや本当だから私荷物多いんですよ。しまう、ちゃんとしまう、ね、荷物多すぎて今日一回会計の時にお財布が出てこなくなっちゃって、え、どうしよう、私 お財布忘れたかもって一回なって大パニックで、すいませんちょっと荷物出させてもらっていいですかっていう超恥ずかしいことしました。ああ面白いね。ああもうあっという間に40分。え、冬でもって言った、何の話、夏ん、うん。夏でも冬でもホット派です。あーグッズがいっぱいある。確かに財布忘れてアクスタ持ってきてるのやばいよね。面白すぎ。何時までだろう、6時過ぎくらいまでできそうなのでそれぐらいまでやろうかなと思ってます。いろいろ持って歩いちゃってね、本当に荷物が大変なことになりました。これなんだ、これ髪の毛のゴムだ、よいしょ。で皆さんの必需品なんですか。私必需品選べないんですけどね、正直言うと、だって全部必要。全部必要。あ、アクスタ持ち歩くようになりました。だって、お、アクスタね、あ、ねりこちゃんの誕生日、そうなんですよ、近くて、さっきついさっき流れてきたあの裏の星キッチンカーのさ、ドリンクについてくるブロマイドがすっごい可愛くて、私なんで沼津に住んでないんだろうってちょっとさっき思ったところなんですけど。多分当日は行けなさそうなので、今回なので、うんっていう気持ちです。誰か沼津に住んでませんか。沼津に住んでる方はいませんか。本当みんなに必需品聞いたとこだけどさ、ごめんよ本当。プロテイン。あ、バッグに私のグッズをつけてくれてる、嬉しい。スマホ大事、ないとこれも見れないもんね。いやー本当ね、やっぱまあ、今スクフェス、あ、噛んだ。スクフェス感謝祭っていうね、さっきこれ見せしたじゃないですか、こういうグッズが出ててね、あのゲームアプリの、まあ、音ゲー的なのがあるんですよ。それのイベントを今やってるんですよ、この1ヶ月ぐらいの間やってるんですけど、なんかね秋葉原はミューズなの、ミューズでアクアは沼津で、虹ヶ崎がお台場で、リエラが表参道原宿みたいな感じでね、エリアがさアクアだけ遠いんだよ、沼津が、沼津だけ県超えるのよ。だからさ、うわーって、沼津
に住みたいってなったそうだよね、ちょっとねフラッと気軽に行けない。まあそれがまあ聖地としてさ、やっぱさちょっと気合い入れて行けるのも良きなんですけど、こういう時にさいやってなる、頭抱えますね。そうなんです、遠征必須。いやそうなのよ、だからこう本当にそのイエラちゃんのやつとかグッズとかさ、聖地イベント的なのはやっぱ原宿とかで最近やってくれるからめちゃめちゃ行きやすくて、そうこの間もねひななと行ったよって話したんだけど、そう行きやすいんだけど、行きやすいんだけど、そうなんかあるといいなって思いながら、はあねえ、ちょっと住みたいなって気持ちが芽生えてきております。そうね、なんだかんだこう今アニメやってるのはスーパースターの方で、で私がそもそも一番最初にハマったのがサンシャインで、そう入り口がサンシャインだったっていうのはあるんですけど、でも多分ね、多分ずっとサンシャインの方が多分自分的には好きなんだろうなっていうのはなんとなく思う。今ちょうどアニメやっててすごい熱いなっていうので、もう毎回毎回この間もさ、もう本当に式名一生やっててほしいなって思ったりとか7話見て思ったんですけど、でもね多分ね自分的にねすごいもうアニメ自体の入り口でもあるから、こうラブライブとか入り口だったからっていうのはすごい強くあるかな、サンシャイン。そうだからね、聖地がちょっと気軽に行けない場所であろうと、そうなんです、そこの熱は冷めないのです。うん、本当、いや本当にこんなにハマるんだなってね。何年前だ、つまり2019年だからもう意外と 3,4 年くらい経つのかもしれないけど、まあ気軽に行けないからこその聖地、確かに。でもそのスーパースターはアニメに表参道とかのエリアが出てくるから、アニメ見てて、あここはあそこだみたいなさ、すごいね分かりやすいの、すごい街並みが出てくるっていうのはね結構高まるところではある。逆に今沼津は分からないから、あの行った時にあアニメの場所が実在して、まあ、そっちの方が聖地感あるのかみたいな、あこの光景みたいなってなるオタクですね。本当にいいですね。逆の人もいるんだよねきっと、沼津に住んでるよって人は沼津に行って、あ沼津に行ってじゃない、沼津のあ出てきてるあそこじゃんみたいなさってことでしょ。面白いよね、まあ、どっちにしても楽しいですあ沼津はそうだね、グルメも堪能しにゆっくり行きたいですね。聖地、あ私すごい喋るじゃんあやっと止まった気がする。聖地巡礼は本当に楽しいよ、楽しい楽しい相手突然眠くなってきたこれは私の水だな、飲む水を飲むぞ。
喋り疲れましたね。喋り疲れました。あアウェイアウェイ分かんない。あでもまあそうだね。いや逆じゃない？ホームからアウェイに行くよりアウェイからホームに来る感覚じゃない？今の沼津の話はどちらかというとじゃない？私の場合は普段住んでる場所はさ、ホームに帰るような帰るような気持ちでそんな感じです。逆に喋らない方が緊張するんだけどここ。あ今はアウェイでも複雑ですね。やっぱね、AKB としてはこう東京秋葉原じゃないですか。だからさ、ここはアウェイではないはずなの。この東京という地は不思議ですね。ホームなはずなんですけど。おかしいな。ややこしいことになってきましたね。そうね、秋葉原はアクアの、そうなんだよね、始まりの地。ちかちゃんが最初にこうラブライブっていうものに出会う、スクールアイドルってものに出会うのがあの UDX あるじゃないですか、あそこの大きなモニターとかのあの辺なんですよ、秋葉原の駅からの道。だからあそこも聖地だったりはするんですよ。なので複雑な複雑な気持ちですね。黒サポの方は轟がホーム、そりゃそうです。いやーホームがいっぱいあります。そうだね。それにしても私は趣味が多いですよね。なんかずっとなんかのオタクしてる気がするんですよね。今はこれだけどさ、ちょうどいやなんかタイミングがねあるんだろうなって。そもそも数年前まではね、ディズニーに年パスで通いチップとデールを追いかけていたんですよ。あの時はパレードルートのチップとデールが泊まるところを事前に調べて、そこにまあ別に私カメラとかちゃんとしたの持ってないんだけど、普通にスマホで地デを取りに行くっていうのをねやっていたんですよ。そうでパレードなんか泊まったりするのね。泊まってちょっとショーみたいな、なんか踊ってみんなで踊ってしたらなんかまたバイバイみたいななって次のところに泊まってみたいな感じになっていくから、そしたらまあ追っかけるじゃん。追っかけるじゃん。そうなんかまあ、ちょっと調べていってもタイミングによってチップとデールの向きがまあこうランドだったらさ、東京タワーじゃなくて東京タワーじゃないあれはシンデレラ城シンデレラ城側向くとかさ、そっち側じゃなかったとかそういうので顔の向きが逆だったとかで、あのいい感じにね場所を変えて撮れるようにてか、まあ、撮るよりもまあ見たかったんだけど、追いかけたりとかしてた頃もあったんですよ。その頃は本当に地でを追ってたので。そうそんな感じでね、多分一生何か追いかけているんだと思います。チップとデール今はちょっと落ち着いてますけど、でもね行ったらやっぱチップとデールだなーってなりますし、ちでさん、チップとデールってさ日本語とか
なんかフランス語でねチップとデールってね全然違う名前だったんだよね。なんだっけ、すごい可愛かったんだけど、なんかチクタクみたいな、そういう雰囲気の、なんかね可愛かったイメージ、なんだったか忘れちゃった一回チップとデールなんて呼んでるか知ってるってフランス語の先生に言われたことがあって、ディズニーの話私があまりにもするもんだから当時そうなんかさ、そのフランス語の授業で私あの個人でやってたんですけど、個人レッスンの時に、まあ、毎回最初に最近何してたみたいな、コアドヌみたいな聞かれる時間があって、でそこでまあそういろいろさ自分で文章を組み立てる力だったりを養っていくもんなんですよ。ただ私本当に生活の中でやることが同じすぎて、まあもう何年か前よ、ディズニー行ってた頃だから本当にそのコロナ前にはなるんですけど、なると本当4年前とか、休みがあればディズニー年パスだったからね行ってたし、あとまあ劇場とかさ仕事も内容もさ大体同じようなことになるじゃないですか。だからボキャブラリーが一生そっから増えなくて多分今行ったらまたね変わると思うよ。もう沼津の話をラブライブの話を一生するんじゃないかと思う。ボキャブラリー増えるかもしれないわ。今そう休学中なので行ってなくて、うん、当時本当にディズニーランドの話ばっかしてたなんか行き先もディズニーだしやることも基本変わらないから、そうなんですよね成長がなくて行く場所が変わっただけだったりするから、もしかして帽子とか全然買わなかったらどうしよう変なの。でもずっと本当になんか追っかけ続ける気がしますね。昔からもう何かにハマって、多分それがないと、多分それがないとね多分生きていけないんですよねきっと。うん、そうだと思う。あれチップと出るタッケバル、あれバルだっけ、タックはタックだった気がするけど、あれなんかしっくりこないけど、でもそれなんだ、じゃあなんかちょっと違う私の思ってたやつと調べてくれたのにそうだな。あ、来た、え、タスタック、ティックエタック、絵が入るのかな、あでも安藤が絵だから、へえー、そうなんだっけ、じゃああの時と私の感性が変わったかもしれないティックエタック、あやっぱティックタック、ティックエタック、ティックエタック、ティックタック、やっぱ合ってる、ティックタック、かわいいどうしよう、フランス語最近本当に、そういえばさ先月私フランス語毎日フランス語聞くとか言ったじゃないですか、聞かなかったんですよ。気がついて1ヶ月終わっててびっくりしました。初日しか聞いてないでもアプリで最後の週のまだ木曜日と金曜日とか聞けるので、それでやって満足しようと思います。一回ね CD 買おうかなってちょっと思ったんだけど、それはちょっともったいないかなって思って、別にね読むだけでも勉強になるから多分買ったところで聞かないと思うんでそう朝聞くって言って私全然起きなかったんですよ。もうショールームのやつが終わったらもう全然起きれなくなっちゃって朝あのね2週間ぐらいは本当奇跡だったみたいです。でもあのアプリで聞けるってこともなんか別に分かってはいたんですけど、あと再放送も結構あるんですよ。だから14時台とかかなにね毎日放送もやってるんだけど、なんか1ヶ月間忘れ続けて気がついたら8月が終わるくらいになってて、であれ
そういえばテキストどこやったんだろうって思って今テキストが行方不明もうひどいでしょ本当に。あの時さ、私も最近早起き生活になってきたから朝聞くぞとか思ったのにさ、何もしなかったんですねえ、びっくりします本当に。そう、多分まあ部屋にはあるんですよ、持ち出してないから。そうとか一応探して、まあ、最後の週の分、まあ4週分本来聞けるはずだったけど、まあ1週分でも聞けば元は取れたことにしようかなと思ってだから9月は買いませんでした。でもちょっと本当に久しぶりに勉強しようかなっていうのはちょっと思ってて、そうなんですよね、思ってますけど、やっぱ継続が大事だなと思いますので、もうなんか本当に目標作ろうかな、試験とかね受けたいな久しぶりに。もうここ 1、2年、1年くらいかな、資格系も全部やめてますやめてます。なんかなんか多分追い込まれないとやらないタイプだということもよく分かってるので、そう話す機会は作らないとやっぱ忘れちゃうなっていうのはちょっと感じてますね。今全く出てこないと思うよ思うよ。そう実践の場をね、でもなかなか本当にその先生と話すくらいしか今ないので、リアルにフランス語圏の人と出会いたいですよね。そういう会話としてナチュラルに使える場所も、なんか文法を教わるとかさそういうのもすごい大事だと思うんだけど、結局は話そうとしないと話せるようにならないのは自分でもすごく分かってるから。でそういう学校に行くとなんかやっぱり教えてもらえるのもあるし、あとは自分も正しさをすごく意識しちゃうところがあるから、なんかもうさ正直さ赤ちゃんみたいな感じで喋りたいんですよもう単語とかつなげるくらいのさところから行きたいのよ、もう伝えたいことをさ。でもなんかそういう風に学校に行くとどうしてもなっちゃうから、なんかなかなかそこから先に行けないな感があって、だからフランス語圏で生活されている方と何かのお仕事とかさでねできたらいいなってすっごい思ってます。もうフランス行っちゃうフランス行っちゃうふっかる行きたい。でもあそうね、英語の方がやっぱ使う機会はあるかなとは思うけど、それでもないけどね。でも本当にもう赤ちゃんみたいな感じから始めた方が語学はいいなって思うし、実際にその場でその環境で使われてる言葉ってなんかこうテキストで習うものと違ったりするじゃないですか。だからそういうのとかも頭の中にそのテキストの文章があるともうさそれ待ちなのよもうなんか英語でよくあるさ、もう How are you? I'm fine, thank you, and you? みたいなさことになっちゃうからさ、それを言われなかった時にあれ何言われたんだろうみたいなさ、すごい焦っちゃうこととかもあるじゃん。だからだからなんかすごいもうそういうのとかも、まあ、知ってはいるけどそうじゃないこと、もっと本当に生の言語というかそういうのに触れたいなっていうのはね、まあ、ずっと前から思ってます
難しいよね言語言葉って。でもすごい私はそれに関してもね、なんか好きだなって思う部分が昔からあるからね。日本語だけでこう、今まで割と生きてきてるからさねえ、まあ、本当にねやっぱねその地に行くのが早いっていうのは実際自分もプロデュース48で韓国行った時に感じたことだし、あとまあ他の仕事とかでも、まあ、何度かね行かせていただいててさ、いろんな国に、そういう時にさやっぱ日本語じゃ通じない場面ってたくさんあるから、たくさんあって、でもそういう時にどうにかなるの結構どうにかなるんですよ。もうなんかこれ前に話したかもしれないけど、ホテルの鍵を部屋の中に閉じ込めちゃった子がいて、メンバーで、でもうそんなんロビーにかけるしかないじゃん電話朝5時に頭をフル回転させてさそうで、あの部屋の中に鍵が閉じ込められちゃったってことを伝えて持ってきてもらうみたいなこととか、もうどうにか英語でもう今言ってくださいって言ったら言えないけど、あの時伝わってちゃんと来てくれたし、あとはなんかお土産屋さんで買い物してた時にちょっとぼったくりっていうの、なんかさちょっとさ書いてあった値段と違う値段言われたの、それもなんでですかってなんか言ってみたしそう、なんかどうにかなるのよ。そう実際聞くとどうにかなるところもあったりするなって。でも今ここでそれをやってくださいってやったら絶対できないし、やっぱ環境って絶対大事だと思うそうなんです。私あとはまあそういう時こそもうさネットで調べてこういう状況で使えるフレーズとかあるじゃないですか、そういうのをさちょっと使ってみたいなって気持ちにもなるから、もう暗記してすごいたどたどしい発音で多分言ってるんだけど、でもそれも実際に使ってみた方が多分脳に残る気がするし、あともうそうだよね、スマホに打ち込んでそれをもう喋ってもらうみたいなことも今できるからね。でもせっかく行ったらなんか自分で喋りたくなっちゃうんだよねそうなかなかでも本当日本にいるとそういう機会はないからさ、だからね、まあ旅行とかちょっと長期の、まあ旅行なのかちょっとした留学くらいのあれなのか行ってみたいなっていうのは私はずっと思っております JKB にいながらねできることがあれば一番いいんですけどね。そうだからそういう意味で本当にね韓国でお仕事できた期間とかはすごく楽しかったですね、私的には。やっぱやってみたいことだったから、なんかそのアイドルとかの前に海外で仕事をしてみたいっていう願望がすごいあったから、よし来たっていうそうでその AKB の活動とも並行してあの時できたから、そのがっつりこう海外行っちゃってってなるとさ、応援してくれてる人基本的に今まで日本で活動してきてるわけだからさね、なかなかこう活動の場とか見せられなくなっちゃうから、それがさ難しいところであるなって、バランスが難しいなって思うところではあるからさね。えフランスとかヨーロッパに新しいグループができたら、いやそれはちょっとね惹かれますね。ね。だから私これ何の話してんの。
この話になったの？すごい喋るし。だったりとか、まあ、あとはもうなんか自分のこうやってきたこととかでこれもうめちゃめちゃにやりたいってこととかがあればね、今後、まあ、何があるか分かりませんし、あ別に何もないですよ今んとこ何もないんですけど本当に。そうそう、なんかそんな気がしてます、人生とはなんてことを思うね。27歳、ラスト1ヶ月ということで、私はそろそろ空き時間が終わりそうです。6時間の空き時間がついに終わってしまうみたいです。あー楽しかったあそうだ、フランス語の勉強してないよってとこからこんな壮大なことを語り出して、勉強してない人がうん、あれまあびっくりです。私もオーバー、そうちょっといろいろオタクグッズをしまって、レッスン着にちゃんと着替えて、この後の打ち合わせとかもあるんですけど行ってこようと思います。ちょっとアイヤちゃんしまわなきゃ、ちょっと見守られながら話してた。はい、じゃあランキング読みます。13位からいきますね。ヨシオンさん、12位シンジ星スマイルウィズユーさん、11位全角30文字以内さん、10位ナオスさんさん、9位シュンゴさん、8位おっさんあと、おもし、あ違う、お話し会申し込みは会う回数を多くか時間を長くかで悩む。あーなるほどね、まとめるかまとめないかってことか。まあ時間長めの方が喋一回の内容濃くなるよね回数も確かに難しいところだね。7位アッツさん、アッツあと可愛いは正義さん、そして6位がユキタン、アホのためなら沼津でもフランスでもついていく、おどこへでも、おおお沼津はただの移住じゃん5位、2019リタイアマンさん、あと1月26の作法の僕隊良かったです。僕隊のあれもそのうちやりますので待っててください、鑑賞会ね。4位、しょうちゃんあと7レンジャーさん、3位、横秀さん、2位、ろくちゃん過去仕事中お仕事まだ終わってないのかな、みんなこの1時間の間に終わった人もいるんじゃないか。1位、よっしーさん、そしてそしてヤッホー賞はオムさん、作法賞はオープンアカウントさんというわけです。今日もありがとうございます。まずは言葉通じる、よかったあ、話し会の完売が増えてたってありがとうございます。どこが完売になったんだろう、今日のねお昼までで1個終わったからさ。あと生写真明日までですね、ネモハモルーマそう、生誕グッズ買い忘れたから再販ないって DM 来たりもしてるので、欲しいなと思ってくださってる方はお忘れなくよろしくお願いします。ありがとうございます。どこがあれなのか分かんないけど、でもハロウィンとかはもしかして売り切れちゃったかなね。11月3日は遊女の制服を着るのも楽しみにしております。スーパースターの制服ですね、いろいろクリスマスとかもねあるし、12月いっぱいあるし。はい、というわけで私も本当に行かないといけない時間なのでずっと喋りますがずっと喋りますが、あハロウィン残ってるって1個、よしお待ちしております。というわけで皆様、ゲリラ配信という名の予告もしてましたけどね、ゆるゆる配信お付き合いいただきありがとうございました。私もお仕事行ってきます。皆さんもお疲れ様だったり、まだお仕事だったり勉強だったり頑張ったりしてるのかないろんな人がいると思いますが、見に来てくれてありがとうございました。サフリンズの合言葉はスマイルウィズユー、おやすみじゃない、行ってきます。バイ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 、あー消せない消せない、ここだ、ボタンが押せない、押せた、バイ。
バイバーイ。